はい、皆さん2024年新年明けましておめでとうございます。カンボジア不動産チャンネルのジェットタニーです。昨年もね、私の、チャンネルをねご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本年度もねよろしくお願いいたします。頑張ってね更新していきたいと思います。本日は2024年1月3日になります。はい、カンボジアねこんな形でちょっとね気持ちすっきりしないかなっていう感じもやがかかっておりますけどもね、まあ気温は30度の方を超えまして、ただしまあ風もあって、まあ、汗もかかないというね非常にね、ドライシーズンの、ね、いい時期になっております。はい、今日からねまだね、カンボジアの、不動産私たちのプロジェクト、そしてねカンボジアの街の様子とね、特にね首都プノンペンが中心になりますけども、カンボジアの情報をね日本の皆様にね発信していきたいと思います。はい、1月3日でねカンボジアはねこの元旦っていうのがね、まあ、日本と違いまして、まあ、カンボジア場合は、まあ、中国の旧正月と、まあ、4月にあるクメール正月がメインになりますので、まあ、1月1日は、まあ、祝日というだけでねほとんど変わりがありません。ですからね、今回ジェットタニもね、元旦の1月1日からねもうスーツ着てね仕事の方を行っております。はい、ただしやはりまあ外国人とかのね首都プノンペンの場合は外国人の居住の関係もありますので、まあ、欧米人のクリスマス休暇とか、まあ、日本人の方なんかねやっぱ帰省されてる方がねいるのかなというね思いますのでね、まあ、街の中は比較的まあ静かです。はい、まあ、静かですからね少し街のね様子ね特にねカンボジアの、プロジェクトのねまあ弊社と、あとねまあ他社のねプロジェクトの状況なんかをね少し見ていただこうかなと思います。あ、それとね、1月1日ね能登半島の方で大変なね震災の方がありました。本当寒い時期でね皆様本当お困りだと思いますけどね、ぜひともね、避難の方とそしてね、お体の方をねご自愛していただきたいと思います。心からねお祈り申し上げます。はい、それではね、私たちもねカンボジアの様子の方をね少しお伝えさせていただきたいと思います。はい、ねこちら今日はねちょっとライブ形式みたいな形でねやってみようかと思います。はい、Jタワー2のねスカイバーになりますけどね、オープンがね1時になりますので、こんな形でね今ねソファーとかね片付けております。はい、この後ずーっとねこれJタワー2のね、プノンペンの南側中心地の南側になりますけども、はい、そこ正面に見えるのが、プールが見えてるのが、Jタワー1、そしてね向こうのちょっと見えますかね、こうふーっと日の丸見えましたね。日食器、我が日本軍の日食器、こちら日本大使館になります。はい、あとこのお菓子の家みたいなのが、人民党、日本でいうと人民党の本部で与党の本部、はい、その奥のまだ豪華なお城がね今内務省の本部になっております。はい、この南側のこのちょうどね、今私が映しているまあ J タワー2が、カンボジアのボンケンコン1というね最高級地一等地のねもう中心地になります。コンドミニアムねもうここでないとね売れないしね賃貸中賃貸で、ね、客付けするのねもう難しいと思いますからね、もし購入するならこのエリアにしてください。はい、そこの南側がですけども BKK1 というねアドレスは外れますけどもね、大使館の特区ね、あとはねお役所の特区になります。非常に閑静なねエリアになります。はい、そこに今私たちのこの J タワー1がありまして、今ねプロジェクト始まってます。カンボジアで一番高い高さね320メーターね、スーパートーレスとね、Jタワー3のね現場がね今始まっております。はい、昨年12月からね工事の方がね着工入っております。はい、1月、元旦からねもう工事の方が入っております。はい、こちらが方がですね、2028年、この高さが42階、そしてこれぐらいの高さのところにね立ち上がります。はい、カンボジアもねあとね、今日の新聞見てますと40階建て以上のね建物がね20件ぐらいね申請が出てるようです。これ私以前ブログとかチャンネルで語りましたけども、この土地を選んだのはその中心地に40階建ての建物が20個ぐらい建つってことになるとね、もうそれはもう全然もう鬱陶しいのでね、まあ、我々も一本エリアを外したということね、これ大正解だったんじゃないかなと思います。はい、それではね私たちのプロジェクトは今こんな感じでね工事が着工入りました。はい、その他ねぐーっとですね、カンボジアの方のねプロジェクトをね、このスカイバーのところからと、そして車でちょっと走ってねいろいろ見てみたいと思います。
はい、こちらがですね、J タワー2の北側になります。BKK1 ね、あの、一等地のところになりますね。ここ見えるかな？ちょっとかすかに見えますかね。これね、独立記念塔が、ですね、わかるかな？独立記念塔がね、これ見えますかね。独立記念塔の、北東の角から、この四方の、1キロ四方のところが BKK1 っていうね、ボンケンコン1っていうのがあります。ここがカンボジアで一等地のところになります。はい、ここで、でもですけどもね、コンドミニアムの建設が何棟かされてますけども、なかなかね、完成にね、達していないですね。この手前のなんかね、ワシントンみたいな建物も、まあ、もう若干もう工事が全然止まってしまってます。はい、これ日本人の方たくさん買われているチーフタワーというオフィス&、ホテルビルですけども、昨年2023年10月引き渡しっていうことですけども、まあちょっとこうサッシが入ってない状況になるとまだまだ工事続くかなっていうね感じになります。はい、あとね、場所が一等地という面ではね、もう最高の一等地なんですけども、これはレコンデコンドミニアムっていうところですけども、これも、22年完成ということで、今2年遅れております。はい、こちら2020年の、アワードをね取ってるねプロジェクトですけども、まだまだ完成に来年の、8月10月完成ということで言ってますけどもね、進捗の方ちょっと状況わかりません。はい、でこちらがですけどね、私がカンボジアで初めて建設しましたジェシティコンドミニアム、これ私のね会社の自社所有なんですけどもね、ファミリータイプのねアパートメントになります。はい、もう16階建て建てるのは当時ね、許可出るのにね、1年ぐらいかかってね、16階なんか建てれるのかって言った時代が、今ね、もう40階時代になって、あと5年になると40階が、半分の高さになるというね、今日記事が出てましたからね、もう発展とのスピードがね、本当ね、すごいかなと思います。あ、ちなみにですけどね、やっぱりファミリータイプはね、やはり満室に近いね、稼働です。はい、もうあんまりですね、コンドミニアムの数の供給過剰論っていうのは、あんまり考える必要がないということをいつも言ってますけど、さすがにワンベッドルームはちょっと出過ぎじゃないかなという感じがします。はい、デベロッパーがね、販売しやすい価格を安くできるということでね、売りに出てますけども、まあ、購入の後本当どうするんですかってことはね、しっかり考えられたことでいいと思います。はい、我々のね、宣伝じゃないですけどね、J タワー2、J タワー3、やっぱりファミリータイプがね、一番硬いと思いますのでね、ご参考にしていただけたと思います。はい、あとでね、この辺のエリアね、行ってみましょうかね、開発エリアですよね。これね、プリンスグループのね、コンドミニアムが、完成してるのかな、引き渡し段階でちょっと分かりません。あとはね、こちら日本人の方もたくさん買われてるね、これなんですかね、アストンビューという建物ですかね、川の向こう側になります。はい、橋ができてね、移動は非常に楽になりましたけどもね、建物のあたりには周り何もないのでね、まあ今後どうなるのか、本当発展していくのかっていうのがね、ちょっと分かりません。はい、あと正面見えてるのがピーク、一応上の突き出てるのが、左側2つがね、ピークコンドミニアム。はい、こちらがカンボジアで今日の新聞ですと、カンボジアで4番目の高さになると。はい、その横がシャングリラホテルで、こちらが僕ねカンボジアナンバーワンかなと思ったら今ナンバーツーです。はい、まだね、でも今年12月クリスマスオープンするって言ってたのが、まあできなくて来年までかかるというね、来年じゃなくてすいません、2023年のクリスマス間に合わせる予定が無理で、24年今年の6月ぐらいってことなんですけどね、なかなかちょっと事情が分かんないですけどね、ホテル の、 工事ね、オープンがね遅れております。はい、で今カンボジアで一番高い建物と言われているのがこれですね、モーガンタワーだったかな、ですよね。こちらが55階で、今一番240メーターぐらいの高さでね、一番ね高い建物だと言われています。私まあ場所がねちょっとどうかなという感じがしますね、日本橋を渡って、日本橋見えますかね、日本がね ODA で建てたね、日本橋を渡ってその島の向こう側のさらにちょっとまあ辺境地みたいなところにあるのがね、モーガンタワーになります。はい、これがね5棟建てる予定で、今現在2棟ですからね、全体のプロジェクト自体どうなるのかちょっとまだ分かりません。はい、不透明なことがねいっぱいね、カンボジアの、不動産ね、特にコンドミニアムもありますけどもね、まあ、その辺は情報収集をしっかりしてね、
エージェントだけの、ね、話をね、聞かないようにした方がね、いいと思います。はい。西側の方を紹介ね、させていただきたいと思います。はい。日本人の方ね、西日というね、イメージがあるんですけどね、あんまりね、そんなきつくないです。きつくないというか、まあ、2時から4時の間が、日差しがきついですけど、まあ、シェードしてたら大丈夫というエリアです。はい。で、こちら方面は、プロンペン国際空港が、先の方にずっとこの辺ぐらいに、8キロぐらい先のところにありますので、高層の建物が、建たないというところもありますので、まあ、いつまでもね、この眺望が保てるというところではね、非常にいいんじゃないかと思います。特にね、朝ね、こういう感じでね、明るくて、カンボジアの位置が、赤道近くですので、太陽がほぼ真上通ります。はい、真上通りますけど、一応北半球になりますので、はい、だからその、カンボジアの場合、建物を購入しても、東西南北ね、暗くなるということがないです。真上太陽が通りますから。はい、その上で、まあ、きつい日差しでなくて、朝ね、こういう爽やかな雰囲気があるというのは西側ですのでね、西側のね、お部屋はおすすめです。はい、JTAW2 に関してはもう賃貸に関してはね、全く東もね、西もね、関係ありませんでしたので、価格帯の方はやはり東の方が、メコン川見える方が、まあ、リバービューの方が、高くて、まあ、この西側の方のが価格は安くなりますけども、まあ、収益のことを考えれば、はい、安く購入してね、同じ家賃取れる方がいいと思いますのでね、おすすめですのでね、ぜひね、ご検討していただけたらと思います。はい、ね、こちらがね、南側になります。最初ね、言いました、J タワー、3の建設用地ね、ずーっと行きますと、噴泉ストーリーというのができまして、この先に、イオンがね、今イオン3が、2年前の暮れにね、完成しております。はい、で、コロナと重なったので、少し地域のね、住宅開発が遅れてるということでね、ちょっとイオンさんも苦戦してますけどもね、まあ、2年から3年の、ね、先行投資をしてるというふうに考えれば問題ないと思います。はい。で、このね、今日は曇って見えますけど、この先、そのイオン3を越えた先の方に新空港が今年オープンしますので、これからはね、この南側の方に向かってくるなりますので、大きなね、渋滞というのが妨が、なくなると思いますので、非常にね、ありがたいですよね。はい。でね、私これ非常にね、ちょっと言いたいことなんですけども、J タワー1、J タワー2販売するときはもう南から販売売れて北を売るのを苦戦したんですね。ところが今ですけども、こちら側の方が建物があって、夜景が綺麗になってシティビューという形になってて北側が人気なんですよね。はい。ただし、こちらもどんどん開発が進んでいきまして、空港とかもできるようになりましたら非常に良くなると思いますよね。やはり建物は私は、言うても基本はやっぱり南だと思いますのでね。はい。南の、方がね、まだ、北と比べて、売れ行きが伸び悩んでますのでね、できましたらね、南の方をね、ご購入していただけましたら、完成後にはね、やっぱり右だったか南だったかということになると思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。はい、カンボジアをね、代表する竜のね、ドラゴンの形をした建物、これはワタナックタワーって言いますけどね、これがね、180メーターぐらいでね、もう当時私が進出したところに工事が出来上がる前ぐらいで、カンボジアでこんな高層建物を建てていいのかっていうね、新聞と社説がね、出てた記憶があります。はい。でね、この間見えますかね、ずっとね、これで、私たちカンボジア進出した時に、ここのビルで、このビルの一室を変えてたんですけどね、こちらが昔プノンペンタワー、今はね、プリンスタワーという形になってて、24階建て、もうここが最高の建物、高さの建物で、この象徴するワタナックの建物っていう感じだったんですよね。はい。当時のね、プノンペンポスト書いてますね、こういう高層建物を建てるなら、日本の技術が必要だろうということをね、言ってましたけどね、今もうこれが半分の高さになりそうだということですね。ちなみにこのワタラックは180メーター、このジェータワー2が196メーターに、ね、なります。はい、もう時代がどんどんね、もうこの私も新設今年11年目になります。はい、どんどんね、進化がね、早くしてるね、カンボジアであります。はい。いつもね、動画編集する場合ですけども、まあ、動画を撮って、まあ、後で音声入れる感じになるんですけども、今回、動画撮りながら、話すという、まあ、初めてのパターンをやりましたよね。結構私、喋ってますよね。はい。ですから、まあ、車でね、ぐるぐる回るっていうのは第2弾でやりたいと思います。とりあえず、まあ、今回は、まあ、J タワー2、43階建てからね、首都プロンペンのね、不動産の開発状況を見るという感じのタイトルでね、締めさせていただきたいと思います。はい、以上ね、カンボジア不動産チャンネルで終了いたします。次回更新をお待ちください。よろしくはチャンネル登録高評価お願いします。本日もご清聴ありがとうございました。じゃあ本年度もよろしくお願いします。それでは皆様、 See you。